はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、こちら、ババン。はい、久しぶりに出ましたね、プチラマドラゴンカプセル、はい、リバースですね。そちらの超絶限界突破編ということでね、ワンボックス購入しました。はい、これをね早速開封していきたいと思います。まあ、一応ねアソートとかもね気になるんで、その順番ね、うん、とりあえずこの箱のまんま開封して、こうね順番に開封して、どこに何が入ってるかっていうのも検証してみたいと思います。はい、ではね早速この手前からいきますか。左の手前、これからいきましょう。重さ的にはねそんな感じないですね、うん、あんま揺れも少ない。ではこちらを開封します。はい、ではいきます。せーの、ワン。あ、ベジータですね。一番左手前、これはベジータです。これはね一応開封して詳細を後で見ていきます。はい、とりあえずベジータね。では次、その奥2番目、あ、これ重いな。これさっきと違って重い。これ多分海洋圏かな、海洋圏か、このフリーザ大悟空だと思います。はい、ではいきます。せーの、あ、悟空ですね。あ、悟空はねちょい重ですねこれね、うん、やっぱこのねエフェクトがね重いんでしょうね。はい、2番目、左奥は海王拳の悟空。では右の手前ね、はい、これもまたそんな重くもないんで多分これだと思います。悟空と御殿。はい、ではいきます。せーの、あ、違うな、フリーザだった。悟空とフリーザですね。はい、右手前は悟空対フリーザ。はい、ではラストね、右奥、これが御殿と悟空ですね。はい、いきます。せーの、そうですね、はい、悟空と御殿。はい、一応ねまああのコンビニによってはねバラで置いてあるんで、重さでいくと海王拳の悟空が一番重いです。明らかに重さが違います。はい、なので海王拳狙いの人はねそれを購入してください。はい、あとは重さはねほとんどわからないですね、変わんないぐらい、うん、とりあえず一番重いのは海王拳悟空っていう感じですね。では早速開封して組み立ててね、一体一体ね見ていきましょう。はい、ではね組み立て終わりましたんで一体ずつ見ていきましょう。はい、ではまずね御殿とご飯、じゃあね御殿と悟空、はい、こちら。いやねこれね意外によくできてますよ。はい、今回ねメガハウスさんね頑張りましたね。多分ね今までのがクオリティ低すぎてクレームが結構いっぱい来たんでしょうね。ここに来て持ち直しましたね。いやこれいいですよ、なかなか。うん、でここに父がいるんですよね、父が怒ってるんですけれども、いやこれなかなか、いやこれは持ち直しましたね、クオリティ復活ですよ。いやこれはよくできてる、うん、これ満足ですね。はい、はい、続きましてフリー悟空対フリーザ、こちら。はい、これに至ってもねなかなか頑張ってる方だと思いますよ。うん、まあ殴り合ってクロスカウンターのやつなんですけど、ゴールデンフリーザの塗装が綺麗です、まず。ゴールデンフリーザの塗装がめっちゃ綺麗。
って分かりづらいですけれどもね、うん、こうパンチで頬がねこう歪んでる感じで、悟空の方も歪んでる感じ、うん、ただ若干ねこう目つぶってる方の目がね、うん、どうなんだろうな、うん、まあでもね総合的にこれも頑張ってますよね。普通のねお互いのこの気のオーラ、これがクリアパーツでこうねグラデーションが上がってて、うん、塗装も綺麗ですね。いやこれもまた頑張ってるわ、うん、はい。続いてベジータ、はい、あのシーンですね、面白いシーン、ビンゴのね、はい、こちら、はい、これね何気に自分的には一番よくできてると、このベジータのねこの面白い顔すごいよく再現されてるんですよ、うん、ビンゴ大会の時のねこの片足立ち、いやこれよくできてるな、これ総合的に見てめっちゃこれよくできてるよ、はい、いやいい、はい、では最後はねスーパーサイヤ人ブルーの海洋拳悟空、こちら、はい、おそらくね今回の中で一番皆さんが欲しくてねクオリティを期待してたと思う海洋拳悟空なんですけれども、これはね顔がもうちょっとね頑張れたかなって思うね、うん、なんか若干ちょっと違うよね、うん、これ頑張ってほしかったな、今回の中で一番ちょっとね顔が残念かな、エフェクトとかよくできてるんですけどねただ若干この後ろのエフェクトパーツが取り付けづらいですね、うん、なんかちょっとすぐ外れる感じになっちゃってる、うん、顔の表情がねもうちょっとね頑張れたんじゃないかな、惜しいな、めっちゃ惜しいわ、ただ角度によってはありですね、うん、この角度とか全然ありです、うん、とにかくエフェクトとかねそういうのがすごい今回よく頑張ってますよ、うん、はい、といったね毎度恒例の4体なんですけれども、今回のドラゴンボールはねいいです、はい、特にねこの悟空と悟天のやつとあとベジータのビンゴ大会のやつ、これがねめっちゃよくできてる、うん、いやさすがにねちょっとやばいと思ったんでしょうね、あまりにクレームが多くて、前回とかねめっちゃひどかったからね、ちょっとここに来てクオリティを持ち直しましたね、はい、これならね、うん、皆さん結構満足するんじゃないでしょうか、はい、ということでね皆さんもコンビニにね置いてありますんで、ぜひね見つけましたら買ってみてはいかがでしょうか。最後はね回転台座に乗せてお別れしたいと思います。この機会にぜひチャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。